会話2、前回続きからプレイしていきましょう。さて、前回この2つを読んでいったので、次赤いナメクジやっていきましょうか。結局あのホームレスのじいさんは何だったんだろうな。あなたにとってのクズ物も誰かにとっては宝物。売ります買えます。ガラクタや。ガラクタっていう名前つけるのやめた方がいいんじゃない？高速違反よ。お、すげえギャルゲーみてえだ。私こと M 元 C 佐藤かな C リは、生徒会執行部の1年である。ポータブル CD プレイヤーもイヤホンも全部没収。そこをなんとかお願いよ M 元さん。ミスチルとのシングルが昨日発売されたばかりなの。どうしても3人で聴きたくて M 元さんにも聴かせてあげるからいいでしょ。私はルール違反が大嫌い。だからそれを取り締まる生徒会の役員をしている。中学の頃からずっと学校の異端分子を取り除いてきた。ダメよ。校則違反だったら生徒会で全部扱わせてもらうわ。ああ、そうだ。あの妹さん、実はこれ。けれど、私にはルール違反よりももっと嫌いなものがある。それは、3年の先輩から押し付けられたのよ、無理やり。あ、無理やりじゃない。先生に見つかりそうになって、無理やり。ねえ。ああ、そうなのよ。ほんと困っちゃうわ。バカ。あんた知らないの、妹さんは。今、嘘をついたわね。見え見えの嘘で私を騙せると思ったの。ジョジョみたいな。冗談よ、ごめんなさい。謝るから募集したものは、後でちゃんと返してちょうだい。ダメ。会長に掛け合って、これは全部、施設に寄付してもらうわ。ちょっと何をそれ、返してよ、返しなさいってな。そこまでする必要ないじゃない。こんなの職権乱用よ。虚偽の事実を主張することは、極めて悪質な校則違反と目指してます。覚えておくことね。私こと M 元、C 入りにしとくか。C 入りは、嘘が大嫌い。嘘をつくことに一体何の意味があるのか、私にはさっぱりわからない。C のため、あるいは星のため、理由は人と場合によりけりなんだろう。けれど果たして、人を騙してまですることなのか。そこまでして得たものを守ったものに価値なんてあるわけがない。幼い子供は怒られるのが怖くて、嘘をつくけど、私たちはもうそんな年じゃない。高校生にも なったのだから、事実から目をそらす愚かな行為は、いい加減卒業しなければならないのだ。見ろよ、また妹がやってみてるぜ。ああ、あの CD プレイヤー結構するわよ。取られた子たちかわいそうに。確かあいつまだ1年だろ。生徒会だからってふんぞり返りやがって。誰に何と言われようが構わない。私は正しいことをしている。守るべきルールを破り、あまつさえ嘘までついた彼女たちは罰を受けて叱るべきなのだ。私は何も間違っていない。ちょっと返してよ。ただのヘアピンじゃない。髪留めもつけちゃいけないっていうの？過敏な髪飾りは校則で禁じられています。没収させてもらいます。生徒会長に気に入られてるからって、調子に乗らないことね。ブスのくせに、今に見てなさいよ。ふん、負け犬の遠吠えね。絶対なんか痛い目見るよな。かっこいい、急に。言い過ぎだよ。これがあれか、会長か。ぽいよな。会長、やだ、聞いてたんですか？二人の時は名前で呼んでくれる約束だろ？シーリちゃん。ごめんなさい。ティージさん。手に持っているそれ、全部校則違反で没収したものか。はい。今日だけでもこんなに。トランプにオセロ、派手なヘアピン、小物入れまでいろいろと。なんだか近頃、校則を破る生徒が増えてきた気がするんです。違反物を持ち込み増加に加えて、下校途中の寄り持ちも増えているようで、放課後、生徒会で学校周辺を見回りするべきだと思うんです。シリちゃん、生徒会には生徒会としての仕事がある。学校外まではさすがに手が回らないよ。私たちがやらなくて誰がやるって言うんですか？違反は全て取り締まらないと。警察がいるじゃないか。郊外のことは彼らに任せておけば大丈夫だよ。俺たちは、校内の風紀維持に専念しよう。でも、俺は君が心配なんだ。根を詰めていつか倒れてしまうんじゃないかって。たまには自分をいたわってあげるんだよ。ほら、肩の力を抜いてリラックスして。会長、ちいさん、近いです。いいじゃないか。キスの一つくらい、今なら誰も見てないよ。ダメです。不純異性行為は拘束違反ですよ。そうか。やれやれ。キスもさせてもらえないなんて、君の大好きな拘束にも困ったもんだ。何そのオチみたいな。ま、照れた顔が見えたからよしとするか。そんな顔も可愛いね。おげえ。いやね、よしてください。おっといけない。これから部活なんだ。もう行くよ。あ、はい。サッカー部の練習頑張ってください。あ、次の試合エースとして大活躍してみせるから見に来てくれよ。はい、必ず。生徒会長のエスムラティージさんは私の恋人だ。私が入学してすぐ、タバコを吸っている3年生に注意して、囲まれてしまったところを助けてくれた。正義感の強さを見込んで、もともと入るつもりだった生徒会にスカウトしてくれたのも彼だ。T さんは私が生徒に反感を食らっていじめられそうになると、どこでも駆けつけてかばってくれる。強くて優しくて、とても頼りになる、私の大切な人だ。私だって、したいわ、キスの一つくらい。バカね、シーリター。高速なんて持ち出すからよ。あれじゃ引き下がるしかないじゃない。わ、ハイミー、いつから見てたの？君はしてるよ、中点のところからよ。そんなシーンなかったでしょ？盗み聞きなんて立ちが悪いわ。これ見よがし印象ついて見るなって方が無理よ。この子は私のクラスメイトのアイミ。中学の頃からの付き合いで一緒にこの高校に受験したいわば親友だ。たまに悪い冗談を言うけど、人を騙すような嘘をつかない。歯に衣着せぬ、素直な子だ。あ、ねえ、この没収物見せて。ダメよ、没収したものは速やかに生徒会室で保管しないといけないの。この間は見せてくれたじゃない、アイドルのマル秘グラビア写真集。あれは私が落としちゃったのをあなたが拾って見ただけでしょ。ああいうのって取っておくと後から高く売れるのよね。今日は不作みたい。ねえ、あゆみも一緒に考えてくれない？どうやったら生徒たちの拘束違反がなくなるか。無理だろ。と思うけどね、俺は。いやーよ、私生徒会の役員じゃないもの。エース部の先輩とあんな風にお話できるんだったら手伝ってもいいけど。バカ言わないで、T さんは私の。はいはい、わかってますって。それより違反物の持ち込みと下校途中の寄り道が増えるって話だけど、こればかりはどうしようもないと思うわよ。どういうこと？やだ、シュリタは知らないの？じゃあ、このあゆみ様が教えてあげる。今ね、駅前の近くの広場に大きな、荷車が来てるのよ。知ってるわよ。廃品回収だかなんだかの。どんな不要物でも買い取ってくれるって聞いたけど、それがどうかした？それが、ただの廃品回収じゃないの。そこのお姉さんが、まあ、たまらなくかっこよくて。すごいな。ここまで雰囲気変えて話作れるんだな。前回のホームレスと全然違うんだけど。サッカー部のエース、エスムラ先輩が霞んじゃうくらいのハンサムなのよ。これもしかして。そうなる感じか。T さんを引き出さないでよ。人を褒めるために誰かをけなすなんで、あゆみ、あんたを見損なったわ。あ、いいこと言うね。そうだよね。割と多いもんな、なんか。それに比べてさ、これは、みたいな。けなすつもりなんかないわよ。それくらいにイケてる男だってことを言いたかったの。気分がねえわ。廃品監視の人がかっこいいからって、高速違反が増えるなんてこと、何の関係もないじゃない。うちの女子たちはみんなその人目当てで下校途中に寄り道してんのよ。なんですって？しかも実のところ、廃品回収が、主じゃないらしいのよ。何でも引き取ってもらったものと同等のものならどれでも好きな中古品をくれるお店らしいの。今で手に入らない年代物のプレミア品とか、はるか遠くの町の工芸品とか、例えばほらこれよ。私が募集した小物入れがどうした？これ、箱根の工芸品の寄せ木細工よ。秘密箱っていうの。小物入れというよりも立体のパズルね。九州じゃまず手に入るのよ。古今東西練り歩いてるっていうあのお兄さんだからできる技なのよ。じゃあ、最近急増してる違反者は、皆その人と掘り出し物も、掘り出し物目当てで学校帰りに広場に立ち寄ってるわけ？没収物を見る限り、そうなんじゃない？ねえねえ、私たちもこれから行ってみましょうよ。もちろん、一旦家に帰ってからね。今日は没収箱の整理もしないといけないの。返却不可になったものを施設に寄付する手続きをしなくちゃ。ノリが悪いんだったら。あゆみに話を聞いたのの日曜日。私は例のお兄さんが店を開いているという広場にやってきた。すいません、これが欲しいんですけど。でしたら代わりにこちらのものをお一人しますね。ありがとうございました。お兄さん、これどこで手に入れたの？とんでもないレア物だよ。すいません。他のお客様の情報はお話しできないんですよ。ねえねえ、お兄ちゃん。はいはい。おや、そちらの方は？こんにちは。初めてのお客様ですね。はあ。あゆみの言う通り、確かにちょっとかっこいいかも。いけないいけない。T さんというもの人がありながら。これ返しに来たんです。うちの生徒たちが、ここで受け取った中古品を学校に持ち込んでまして、校則違反のものは生徒会を没収してるんです。返却不可になった没収品は、施設に寄付することにしてるんですけど、これらは不要だと断られたのでお返しします。そうでしたか。ご迷惑をおかけしてすいませんでした。いえ、校則を破ったのは生徒たちですから。うちの制服を着た子には、下校途中に来ないように注意してもらえませんか？すいません、それはできません。はい？こちらも商売でして、いらっしゃるお客様を拒むわけにはいかないんですよ。いえ、そうではなく、一度家に帰ってから来るように言ってもらえればそれでいいんです。すいません。持っていらしたそちらのものも受け取ることはできないです。こちらも商売ですので。おっしゃってる意味がわからないんですけど。ああ。もうすぐ閉店時間ですから。お話はその後でもいいでしょうか？はあ。今日はこの辺りで閉店させていただきます。ねえ、もうちょっと見たかったのに。また明日いらしてくださいね。当分はここにいるつもりですので。100歩譲って、来客を追い返したくないのはわかる。彼の言う通り、向こうも商売なのだ。納得いかないのは、中古品の受け取りを断ったことだ。売った商品がタダで戻ってくるのに断る理由はないはずだ。すいません、お待たせしました。ガラクタ屋さんって言うんですね。はい？のれん、さっきはちゃんと見てなかったので。ああ。はい。うちは商売を始めた時からこの名前でやらせてもらってます。いつからやられてるんですか？そうですね。少なくとも親の、そのまた親の代からはやっていたと思いますよ。そんなに前から。お父様はもう引退されたんですか？今も現役ですよ。きっと。うちの家族は父も祖母も確か姉もこの商売をしています。みんなバラバラに日本中を練り歩いてるんですよ。バラバラに。それは寂しいですよね。とんでもない。私はこの仕事に誇りを持っていますから。ただ、父も祖母もいいとして、祖母なんかボケていてもおかしくないんですよね。荷車まで売って失業してしまったり、勝手に別の仕事を始めたりなんてしていなければいいですけど。それで、せっかく持ってきていただいて申し訳ないんですけど、うちはお客様からいただいたものと、同等のものを差し上げる店なんです。ですから、こちらだけ得をするようなことはあってはならないんですよ。そこをなんとか、お願いできませんか？生徒会で保管し続けるわけにはいかないんです。持ち主の方にお返しすることはできないんでしょうか？できません。返さないと言ったのに、返してしまったら、こちらの立場がありませんから。そうですか。ではこうしましょう。お名前をお聞きしても。江本です。江本様、この2グラムの中からお好きなものをお選びください。お持ちになったものをいただく代わりに江本様がその対価となる品をお受け取りください。売り買いが成立さえすればこちらも問題ありませんから。できません。没収物で物を買うようなこと。うちで取り扱っているのは物ばかりではありませんよ。例えば、結構です。もう帰ります。物じゃないって何？おはよう、シリー。シリーってどうなんだ？よくねえ気がするな。ちょっと聞いたわよ。あんた昨日ガラクタ屋さんのとこ行ったんだって？ねえねえ、ハンサムだったでしょ？何か取引した？するもんですか。あんなの顔がいいだけで、融通きかないただの頑固者よ。何かあったの？募集品を一切受け取ってくれなかったの？あ、みんなあの甘いマスクに騙されてるんだわ、まったく。げ、わざわざ返しに行ったの？そんなことしなくたってさっさと捨てちゃえばいいんじゃない？それはそれでもったいないでしょ。まだ使えるのにゴミにするのはかわいそうよ。会長に掛け合って他の人たちに受け取ってもらうことにすれば。なんだか校内が騒がしいわね。何かあったのかしら。あ、いや、また先生どうしたんですか、この騒ぎ。ああ、それか。お前、エスブラと交際してるんだったの？まあ。なんで先生が知ってんだよ。交通事故だよ。エスブラが今朝救急車で運ばれたって。会長が？そうなん、先生、会長は無事なんですか？どこか怪我したんですか？おつけ、詳しいことはわからないんだ。先生は今から病院に行ってくる。私も行きます。行かせてください。お願いします。ダメだ。待っていなさい。何か分かったら学校に連絡するから。嫌です。会長に会わせてください。君、彼女を頼むぞ。はい。そんな、会長、無事でいて。大丈夫よ、シーリー。先輩運動神経いいし、ちょっと足をひねったくらいだってば。ほら、ね。教室行こう。先生公認はやばいな。ねえ、聞いた？生徒会長の安村先輩が事故に遭ったって。自転車で青信号を渡っているところに車が突っ込んできたらしいよ。現場を見たってこの話聞いたわ。すごい音だったって。なんでも両足がありえない方向に曲がっていたとか。部活どうするのかな。誰かさんの日頃の行いが悪いからよ。誰かさんが受けるはずの罰を安村先輩が肩代わりしちゃったんだわ。なんてかわいそうな先輩。誰かさん、なんかと付き合ってるせいで。耳を貸すことないわ。行くわよ。ねえ、あいみ、大丈夫よね。会長の足が、なんて。バカ、ねえまに決まってるじゃない。嘘よ嘘。あんたの嫌いな嘘よ。信じちゃダメ。どこに証拠あるっていうのよ。先輩が帰ってくるまでは、本当かどうかなんてわからないんだから。そうよね。大丈夫よね。先輩は無事よね。お願い、どうか無事でいてください。T さん。おい、エスムラが来たぞ。何来たぞって。エスムラが事故に遭ってまだ1週間しか経ってないのに。ああ、よかった。当日じゃなかったんだ。びっくりした。大丈夫なのか。足に大怪我したって聞いたけど、こんなに早く退院するもんなの？サッカー部の引退も噂されてたのに、足は大丈夫なのか？ちょっと、道開けて。シュリ、ほらこっち。うん。会長。ああ、よかった。会長。本当によかった。松葉勢も何もなしに。私心配で。会長。だから言ったでしょ、シーリー。先輩が足に大怪我したなんて、あんたを怯えさせるための嘘だったのよ。ほら見なさい。ちゃんと足ついてるじゃない。ねえ、先輩。先輩？この子、1週間前からずっと気が気じゃなかったんです。励ましてやってくれませんか？お前、怪我したばっかの人だぞ。どうした？会長？どうしたんですか？記憶喪失とか？どうして何も言ってくれないんですか？ねえ、なんだか先輩の様子が変よ。こら、お前たち、S村はあんまり刺激するんじゃない。先生、安村先輩はどうして喋れないんですか？きっと事故のショックだろう。心配しなくてもそのうち口が聞けるようになるさ。会長。それ以来 T さんは喋らなくなった。交通事故に遭ったことがよほどショックだったんだろう。私をはじめ、みんなは彼が自然に喋り出す時を待つことにした。けど事故に遭ってから T さんに起こった変化はそれだけにとどまらなかった。ここで一旦区切ろっか。何があったん、マスクか。マスクだとなんか口が裂けちゃったみたいなね。ありますよね。女的なやつがね。その可能性が怖いな。でも今だとね、やっぱ、ご時世柄なんかつけてますみたいな。あるからな。はい。ということで、じゃあこれ一旦区切りましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。良ければ次回もよろしくお願いいたします。